はい、どうも、こんにちは。経験チャンネルです。はい、今回もガジェット耳寄り情報をお伝えしてまいります。はい、前回、またね、ちょっと LINE のことについて個人的なね、話をしましたけども、その話の続きじゃないですけども、今回は、LINE のね、消し方じゃないですけど、いろいろあるけど、消します。僕、LINE やっぱりアカウントごと消しますね。使わないっていう選択肢もね、何か信用を受けるようになってからまた再開するとかじゃなくて、もう一旦消しますと。で、LINE はもう半分インフラみたいになってるかもしれないけど、この際消して、で、今まで LINE 使ってたんだけど、LINE 消したら、じゃあ不都合はあるかもしれないけど、慣れたら別にそうでもないなとかね、そういうのも経験してみてね。で、その後にまた動画出せるっていうかね、個人的な見解がいける、話せるかなと思うんで、とりあえず消して、前回ではまた消去した後にもう一回またアカウントを作ってみたいなことを言ってたんだけど、っていうか、そんなこと言ってる間に LINE も来たけどね。もう LINE を消します。LINE でつながってる方、ちょっと僕はしばらく消しますんで、1ヶ月、2ヶ月、何ヶ月後にアカウントを再開するかもしれないし、そのままもう LINE 使わなくても別に不便じゃなかったから、いいやと、代替でなんかなるからいいやっていう風なのもいけば、もう LINE は使わないしねということで、今回は消していきますね。じゃあということで、はい、LINE で、パスコードを入れまして、この後ですね、個人情報出てくるんだけど、そこはちょっとカットしていきますね。はい、で、ここで設定の前に、LINE のサービスで、こっちの下の方に、ホーム、トーク、タイムライン、ニュース、ウォレットってあるんですが、このウォレットっていうところを押します。そうすると、ここに LINEPay とかね、登録してあると思うんですよ。今のところ僕はいろいろね、スマート投資とか、保険とか FX とか証券とか銀行口座とかクレジットカードとかの、そういう情報は僕入れてないから、僕は関係ありませんと。それと、この LINEPay も、1000円ね、チャージしてあるんだけど、これは LINE を登録した時に、漏れなくチャージっていうかね、プレゼントされるやつなんで、確かに1000円分のポイントはあるんですが、これを、LINE のアカウント消す前に、指定の銀行口座とかに送金したりもできるんですよ。なんだけど、僕はもうやりません。送金って押して、例えば、LINE で送金送付で、送金送付ね、送金送付依頼、こういうのも、LINE でその相手の LINE の方にね、LINE の友達に LINE を通して送金もできるし、あとは、口座番号不要で、LINE の友達以外にもってことで、口座に振り込みもできる。こういうやり方もあるんですよ。あるんだけど、僕はちょっともうやりません。そういう個人情報とかももう入れません。この1000円っていうのも、もともと自分で1000円入れたやつじゃないから、もともとなかったと思って、これも無視します。はい、じゃあもう一回ホームに行きまして、で、この右上のこの歯車マークの設定を押します。そうすると、個人情報、プロフィール、アカウント、プライバシー管理、アカウント引き継ぎとか出ますけども、本当は今までスタンプとかの有料スタンプとか買ったりとかもしてたんだけど、そういうのももういいです。はい、じゃあ、アカウント、ここからちょっと一旦多分カットしたりします。アカウントをします。電話番号とかアドレスとかね、パスワード、生体情報とか、Facebook、Apple とか、いろいろ連動アプリがありますが、ありますよ。で、ログイン許可とかね、パスワードでログインとかありますが、一番下にアカウント削除ってありますんで、アカウント削除を押します。ピ。そうすると、LINE アカウントを削除すると、そのアカウントにログインできなくなります。アカウントを削除しますかということで、次へ。はい、で、LINE のアカウントを削除しますか。で、ここでですね、こういうアイテムとかね、ポイントとか、スタンプで、僕も、スタンプがある、異世界がある 使ってるんだけど、でも、LINE アカウント削除すると、購入履歴、コイン、ポイント、購入アイテムすべて削除されますということで、すべてのアイテムが削除されることを理解しましたということで、はい、もうしました。それから、これ、僕、前回の動画で言ってたやつね、連携アプリで LINE のツムツムが、連携しなくなるってこと、LINE アットも使えなくなります。
それからこれですね、ヤマト運輸の本当ね、時間日時指定とか、あとその、まあ、送り先の場所とかを、まあ、最初にね注文した時にも指定できる時もあれば、指定できなかったとできない時もあったり、でもヤマト運輸のアプリ使うと届く1日前とかにね指定すればちゃんとこう時間指定とかできたりするからね、これも結構便利なアプリでね、ずっと使ってるんだけどね。まあ他はやばいな、これアルペンのとか T カードとかか、いろいろこう連携ありますけど、これも一回もう全部消しますということで、 LINE アカウントを削除すると、連動アプリとそのアプリで削除した購入したアイテムを使用できなくなりますということで、連動アプリとそのアプリで購入したアイテムを使用できなくなることを理解しましたということで、ここにチェックで、注意事項として LINE アカウント削除すると友達リスト、トーク履歴、コイン、ポイント、購入アイテム、連動アプリすべて削除されますと。で、削除された LINE アカウントのデータは元に戻すことができませんということでね、すべてのアイテムが削除されることを理解しましたということで、はい、じゃあこれでアカウントを削除します。これまでね、何回かここまで行ったんだけどね、結構ね、どうなんだろうと思ったんだけど、まあ、削除しますね。はい。ここで最後にね、もう一回確認ですね。削除しますかと。LINE のアカウントを削除すると、アカウントのすべての情報が削除され、元に戻すことはできません。アカウントを削除しますかということで削除します。はい。はい。ということで、LINE が完全に除去になりました。はい。ログインもね、新規登録になってしまったことなんでね、もう前のあれアカウントでログインできません。この瞬間に、僕登録してた人の僕の LINE はもうなくなったと思いますんで、これ、消しますね。で、これで、既読っていうか未読の、あれもなくなりましたね。で、これで僕はもうこんで LINE を、アプリをアンインストール。あれ?ならないんだけど。あ、こっちか。LINE を削除。アンインストールするとすべてのデータが消去されます。あれ、今消去されてないのかな?まあ、わかんないけど、一応削除ね。はい。はい。ということで、無事削除されました。はい。すっきりしましたね。つむつむとかもね、これで LINE との連携がなくなる。まあ、つむつむ自体はできると思うんだけど、LINE の友達とのなんか連携とかね、ハートのやり取りみたいなものができなくなる。僕はそれよりも、本当ね、どれだっけ、ヤマトとか、T ポイントもそうだけど、間違えた。ヤマトの、あれが一番ね、結構、ついなぁ。そうだね。だから、ヤマトとか多分メルカリとかラクマとか、そういう系のね、このアプリとも連携してるからね。まあ大変なんだけど、まあもう、しゃあない。消してしまいましたんで。じゃあ僕はこれで、また LINE をいつか登録するかもしんないけど、これでもうしばらくもう LINE 使わないです。で、LINE 使わないでどうだったかっていうのもまた、まあしばらくね、立って、弊害があったということだったり、もしくは、いや、なくても大丈夫だったっていうね、そういうのをまたね、動画にしたいと思いますんでね。ということで、今回の動画は以上です。この動画参考になりましたら、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。消し方でね、やっただけで、皆さんに消してくださいって言ってるわけじゃないんで、くれぐれも。LINE 使ってるから、そういう人は信用ならんとか、僕そういうこと思ってませんからね。人それぞれの考え方なんで、まあ僕はちょっと今しばらく LINE は使わないでおこうということなんで、信用がおけるシステムに戻ったなとかね、そういうふうに思ったら、また LINE は登録すると思いますけど、まあそれまで僕は、まあ1ヶ月なのか2ヶ月なのか、どんだけかわかりませんけど、しばらくちょっともう LINE はもう使わないでおきます。ということで、イケケンでした。ではまた。